ついにプロ野球ファンの待ちに待ったペナントレースが始まりました。12チームによる日本一を目指す戦い、今日から始まっています。オリックスバファローズはここホットモットフィールド神戸にライオンズを迎えての開幕戦となります。解説は里崎智也さん、赤星。守ります。さあ今シーズンはご覧のようなオーダーで打順が組まれています。里崎さん、スターティングメンバーをご覧になっていかがですか？そうですね、バッターはイチロー、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ初球は何か、初球ボール、低め、落ちるボール決まりました。これが3球目、内へ低めに変化しました。4球目は何で来るか、インコース決めてきた。2ボール2ストライクです。高めのボール打ちました。高い打球レフトへ、この打球はフライになっています。上がりすぎました。レフトが取りました。さあそして打席にはイチロー入っています。チャンスに強いバッターに回りましたから、なんとかものにしたいですね。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあバファローズとしてはここで追いついておきたいところ。高め打った、ショートの左、取った、一塁送球、内野安打になった。さあ逆転のランナーも出塁します。さあそしてバッターボックスには西野が入ります。さあチャンスが続きます。攻撃がいい感じになってきてるんで、同点に追いついて流れをつかみたいです。走ってきた、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事。打順は1番に帰ります。バッターイチロー、ヒットとフォアボールでチャンスを広げています。さあバファローズ、その得点差を詰めていこうかというところ。ストレート打った、ショートが抑えた、二塁フォースアウト、ダブルプレー、チェンジです。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブル。打順はトップに帰ってイチロー、今日は盗塁を一つ成功させています。打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。1点差に詰め寄る一発となりました。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。バファローズが追い上げます。3対2になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。これで1点差まで詰め寄りました。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。これで1点差に迫りました。オリックスバファローズ、痛い敗戦となってしまいました。里崎さん、ホームで。
岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズの3回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんの。まずは赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか。そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。あ、なるほど、制球力ということですね。初球は何で来るか。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター一郎、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、セカンド取った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。打順はトップに帰って一郎。いや、西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや、本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。誘ったんですけど振ってきませんでしたね。はい、高めストレート外れてボール。打ちました、セカンドが取る、アウト、ツーアウト。7回の表、オリックスバファローズ、打順よく1番から始まります。一郎、バッターボックスに入ります。今日はまだ当たりがありません。引っ張った、取りました、一塁そのまま入ってアウト。打順は1番に帰ります。バッター一郎、今日はまだ当たりがありません。打ちました、牧原、二塁へ、セカンドフォースアウト、スリーアウトになりました。ソフトバンクホークス、痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘り。よく晴れた天気になりました。ホットモットフィールド神戸です。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの1回戦です。守ります。1回の裏、バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダー。一郎、打席に入ります。前回のゲームでは無安打に終わっています。さあ、ここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから。さあ、そして打席には一郎入っています。いいところで彼に回しましたね。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですね。流しました、これはどうか、取った、一塁送球します、サードランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあ、さすがというところですよね。ここで先制点が入りました。2番
さあ2アウトですが追加点のランナーを置いています。バッターは西野、そして塁上には俊足の一郎。まあ彼が塁上にいるだけでも相手にプレッシャーを与えられますからね。本当にそうですよね。牽制アウト、一瞬でピンチの芽を摘みました。ご覧いただきましょう、最後は牽制アウトで終わり。つながらなかったですね、まあ、ただ次が彼なんでね、非常に面白いと思います。変化球打った、ファーストが抑えた、そのまま入って一塁アウト、これで3アウト。打順はトップに帰って一郎、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。バファローズ同点のランナーが出ています。一塁牽制球、タッチもセーフ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。ストレート打っていった、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンドがパスを蹴った、バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、きっちりと。ここは見事なバッティング、ツーベースヒットでランナー。打順は1番に帰ります、バッター一郎。いやさっきのツーベースは見事でしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね、ワンアウトランナーありません。さあ守護神松井がバファローズ打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね難しいですよ。ふわふわっと上がった、内野安打、これで3安打猛打賞。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあ一塁にサヨナラのランナーを置いています。バッターボックスには西野、まあ、ここはどうしても1点が欲しい場面なんで送らせるのがいいでしょうね、はい、さあここは送ってくるんでしょうか。さあ3球目は何か、ストレート打った、抜けていった、センター前ヒット、西野これが。ここはうまく打ち返していきました。さあそしてバッターボックスには頓宮が入ります。いいところで回ってきましたね。さあ二塁ランナー帰ればサヨナラという場面、まあ、ランナーの足ならヒットになれば十分サヨナラはあるでしょうね。なるほど、そうですよね。ジャストミート、大きな打球だ、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ、まんまん中左中間破っていきました、セカンドランナーホームイン、決めた、頓宮サヨナラのタイムリーヒット、なんという劇的な幕切れ、鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで。京セラドーム大阪です。まま守ります。西さん、初球から狙っていくことはやはり難しいものですか。まあ、しかし初球から狙うという気持ち。バッターは一郎、まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。インサイド落ちました、これはどうだ、涌井アウト、ワンアウトです。
西さん、この展開ですから序盤のうちに少しでも点を返しておきたいところですよね。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。そうですよね。初球ボール。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。センターが取りました。打順はトップに帰って一郎。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。フォアボールのランナーが出ています。今日の先発ピッチャーはバファローズが田島、そしてマリーンズが涌井、この2人の投げ合いとなっています。一塁牽制セーフ。インサイド落ちました。これはどうか、取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト。さあ一塁ランナーを返して点差を縮めていきたい場面です。バッターは西野。まあバントの上手い選手ですし、ここはバントでいいと思いますね。なるほど、そうですか。アウトコース見送っています。一塁牽制、一塁はセーフ。アウトコースは外れます。ボール先行です。セーフ。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バット、ランナー飛び出している。二塁送球、二塁を送ります。タッチはアウト。これでツーアウト。牽制でアウトを取られました。打順は1番に帰ります。バッター一郎、今日はまだ当たりがありません。涌井、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてバッターボックスの一郎、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、逆方向のライン際を痛烈に破るような長打を打てるバッターですね。ああそうですか。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。鈴木が掴んでツーアウト。打順はトップに帰って一郎、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ファールボールです。まあここ甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これが4球目。この球は外れています。空振りになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。外のボール打っていった、高い打球になった。ショートフライ掴んでスリーアウト。オリックスバファローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。こんばんは、ティモンさんです。びっくりしたんですけどもね、あのマイクを切ってましてね。俺は20分ぐらいね、ずっと喋ってたよ、一人で。もう20分ぐらいずっと喋ってたんだ。そうそう、見たでしょ、ホームラン打った瞬間とか。あの時はすごかったよ、もう名実況が繰り出されたのがやっぱり。俺岩永どう育てようみたいな話もめっちゃしてたしね。ホームランが出ちゃったよみたいな、幸先いいねみたいなこと言ってましたよ。いやまさかね、マイクが入ってないとは思いませんでしたけども、びっくりしたな、本当にびっくりした。こんなことなんだね。あどうもティモさんです。今日くしゃみがすごいんでね、そのくしゃみの音も入ってなかったのかと思いましたね。めちゃくちゃくしゃみしてたんですけどね、十何連発してたんですけどね。
まあしかしまあそれよりも20分近く無音の動画を見せられて果たして見た人はいんのかな。見たら面白いけどね。一応リンク貼っとくわ、俺が喋り出すところのリンク。比嘉監督について喋ったりしましたよ。比嘉監督は上着を着るタイプの監督だったんですねみたいな話とかねしてましたよ。とにかくいやーそうですよ。戸村が4割、戸村が4割ですよ。こういったところもねやっぱりちょっと僕喋ってましたからね。戸村調子いいなみたいな話もしてたし、やっぱりいやー20分無音本当に20分無音。みんなどうだった、楽しかった、みんなはどうだった、楽しかったかい、バックスクリーンへのホームランはどうだったい、どうだった、みんな打てなかった時のこの感じの打球が増えた時のイチローも見たんだろう。みんな何も喋らないと本当に打てない人みたいだったろ何も喋ってないのになんでこんな打てないんだろうと思ったろ。めっちゃ喋ってたから残念、超喋ってたんだから俺、めっちゃ喋ったし、うわーダメか俺、トングーのサヨナラとかはね、トングーって言ってたし、あー、トングーよかったトングーとかめっちゃ言ってたのにさ、あれはみんなの耳には聞こえてなかったんだね。そうなんだね、残念だよ、残念です、非常に残念、いや残念ですよ。こんなことがあるのか、盗塁とかですごい粘ってた時とかあったでしょ、いけると思った時に行ったんですけどもね、あれもいけるすら入ってなかったから本当に単純に操作ミスしたと思われただろうね。いや悔しかったよ、あれは悔しかった、本当に悔しかった。しかしまあ普通だったらね取り直すとかやるんでしょうけども、私の場合はねもう取り直しませんから、もう一発勝負ですから、やっぱりやっぱりもうこういうねそのあの松井への内野安打とも見たでしょ松井の内野安打見たでしょ皆さん。松井が投げたボールを内野ピッチャー前にふわりと落とすという信じらんないバッティングをしたでしょ。そうですよ、ああいうのもねやっぱりああいうのもね本当はどうだ松井見たか俺の勝ちだとか言ってたんですけどね、どうだ松井見たか俺の勝ちだって言ってたんですけどもね、伝わらずでしたね。いやなんか悔しいですね今日ね、今日はもう思い通りいかなかったですね一段とね。いやー悔しい悔しい悔しいし恥ずかしいし、本当になんかこの20分間無駄に喋り続けた、誰にも届くことなく、これが非常に悔しいですね。オリックス好調じゃんとかさめちゃくちゃ言ってたよ俺、オリックスすげえじゃんみたいな、すげえじゃんオリックスすげえじゃんとか言ってたのにさ、それも届かなかったんだねみんなの耳にはね、残念ですよ、非常に残念です。さあ岩永をさらっていこう、はい、もういいのよキャッチャー守備適正とかいいのよ、リードを上げろリード、それよか音声を入れてくれ、リードとかの前に音声を入れたような感じにしてくれ本当に20分みんな見たのがね、見てない人もいいんじゃない20分今日こんな喋んないみたいなこんな喋んないことあるみたいな、マイク切れてたんだ、あそうなんだみたいな、ごめんなさいねなんか驚かしちゃってね、でも一番驚いてるのは俺だから、みんな勘違いしないでくれ、俺は一番驚いてるぞ。トングーと銀次のキャッチャー対決とか面白かったな、なんでどっちも正義欲しいじゃねえんだよみたいな、いやまあ20分溜まり続けたものを喋ってると思えばなかなかの量でしょう。さあ超球場です、いきます。20分か、ただただ20分喋ることなくただただ俺はただただ俺は何をしていたんだ。さあ6時プレイボール、6時プレイボール、杉浦だ、6時プレイボールですよ。風は若干右の方に吹いている、すごい、おいダメか、めっちゃ引っ張ったのにな、めちゃくちゃラインドライブだった。さあどうだい、第2打席、お風は相変わらずか、ライトフライか、ライトライナーじゃない今の、注意していかないとダメよ本当に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 大好きよ、あーとってもか、とってもだった本当にじゃねえわ
さあストレート 50%、 なるほど、打っていこう。風は相変わらず吹いてるな。 2m。 さあ8時か。あ なんかこういうバッティング増えたな。なんだろう、序盤のあの好調は何だったんだろう。さあさあさあ、やっぱりストレートを狙いすぎてるのかな。俺はちゃんとヒットを打たないといけないのかな。さあ来なさいよ。おい、149キロ、速いねやっぱりね。石川はストレートが速い。あれ、そういえば鍵屋ってどっか行ったっけ。なんか行った気がすんな。はい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 、もうね、内野フライばっかりでしたよ後半の方はね。はあ、マイクの音は切れてるし、内野フライは多いし、まいっちゃったよ。はい、4打数ノーヒット、ごめんなさいごめんなさい、本当にごめんなさいね。比嘉がめっちゃメンチ切ってくんだよな。比嘉監督にめっちゃメンチ切られる、悔しい。チームが好調だから許して、許してにゃん。さあ疲労度 20% なんで選手交流で。岩永はすごいんだけどな、全然打ってないな。なんでなんだろうな、めっちゃ引っ張り傾向なんだね。あ違う、流し傾向なのかこれ。こんな流すんだね。ちょっと一応岩永で、とかにできるかな。もう守備はいいのよ、もう守備はもうこいつ完璧なのよ。オールスター、おー、オリックスすごいな。イチロー、オッケー。さあここまで行って、あどうしよう、分数的にもここで終わるのがちょうどいいな。まあ自由行動日で終わるか。はい、オッケーです。さあ 0.5 ゲーム差まで詰められております。どうにかこうにか、どうにかこうにかね、楽天を引き離していきたいと思っております。じゃあ今回はこれで終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。